メルセデス F1 のチーム代表を務めるトトボルフは、ルノーに、F1 エンジンのパワー向上のための特別ルールを認めることは、F1 を没落させる可能性があると語る。先週金曜日に行われた F1 委員会は、パワーギャップを埋めるために、アルピーヌが提案した、許可されているよりも高い燃料流量での走行を認めるという提案を却下した。ルノーは、メルセデス、ホンダ、フェラーリに、30馬力もの差をつけられていると主張しており、FIA の独立機関によるチェックでは、 少なくとも22馬力の差があることに同意しているという。だが、FIA が、グリッド上の一つのエンジン、アルピームと他のエンジンとの間に、顕著な性能差があることを認めているにもかかわらず、反対するチームやエンジンメーカーに押され、F1 委員会は、ギャップを埋めるための特別な燃料流量を求めるルノーの要求に反対する裁定を下した。そのため、F1 委員会は、この問題をパワーユニット諮問委員会に付託し、 この不一致を改善する方法を議論することにした。ボルフは、燃料流量に関する提案のような、人為的あるいは操作的な措置は、決して許されるべきではないと主張する。ボルフはスポーツ1に対し、それは大惨事になるだろうとし、F1 を没落させかねないと語った。スポーツがこれほどまでに信頼されているのは、成功するために、懸命に働く必要があるからだ。しかし、彼は、 ルノーとの差を縮めるために F1 ができる努力はまだあると認めている。しかし、燃料フローやパフォーマンスバランス、BOP のような分野に触れることは F1 にとって大惨事であり、破産宣告に等しい。ルノーの PU 均等化の話し合いについての続報です。ルノーは、劣っている馬力を燃料流入量の増加によりカバーすることを提案したようです。結果は、否決され、F1 委員会は、 この問題をパワーユニット諮問委員会に付託し、この不一致を改善する方法を議論することにした。やはり秘訣ですね。さらに、メルセデス F1 のチーム代表を務めるトトボルフは、F1 ができる努力はまだあると認めている。ということです。パワーユニット諮問委員会が、どのような結論を出すのかわかりませんが、おそらく秘訣でしょう。